トヨタイスティマニスさん、プレサージュミニバンは車体形状や使用形態により分類される自動車の形態の一つである。米国での分類でフルサイズ版より小さいであるためそう呼ばれる。ミニバンは比較や技術的な定義は存在しないがスペース効率を上げるため着座姿勢が立ち気味で全長に対する室内長と室内高は比較的大きい車種を示す。 1.5ボックス、2ボックス、ワンモーションとも言われる、車体形状を包括し、欧州では MP、MPV、PeopleMover、モノスペースと呼ばれる場合が多い。一般に乗車店員は6名以上であるが、日本独自規格の軽自動車の場合は4名である。メーカーの販売戦略上、乗用車の位置形態として位置づけられ商用車との差別化を図るため、 商用車ベースであるキャブオーバースタイルのいわゆるワンボックスカーやバンと区別される。小型自動車の場合はミニバンと呼ばれずにトールワゴンや場合によってはコンパクトカーと呼ばれ大型のミニバンと区別される。ミニバンタイプの軽自動車の場合はミニバンと呼ばずにトールワゴンハイトワゴンと呼ばれることが多い。ミニバンはアメリカにおけるフルサイズバンを基準とした故障であるがフルサイズバンが 一般的でない日本ではミニバンのミニに小さいバンであることを表す必要はないという意見もある。また、バンは本来貨物車であるバンを意味したが、米国においては厳密な区別なく用いられており、ミニバンにも貨物車を表す意味はない。行政による区分はアメリカでは商用車のライトトラックとして安全性や排ガス規制が緩和され、日本では 乗用車のステーションワゴンとされるなど国により取り扱いが異なる。日産プレーリー日本では1975年の第21回東京モーターショーにトヨタからマルチパーパスワゴン MP-1 が参考出品されている。トヨタはステーションワゴンをアレンジした RV 系の車を以前から参考出品していたがより実用的な方向として 多目的ワゴンの MP-1 が開発された。日本では他人数が乗れる乗用車という視点から1982年8月発表の日産プレーリー、1983年2月発売の三菱シャリオが日本でのミニバンの始祖と言われる。三菱自動車はシャリオの開発を1977年に開始し、 コンセプトカーの SSW を1979年の第23回東京モーターショーに参考出費運発した。ダッチグランドキャラバンアメリカでは、クライスラー系プラットフォームという乗用車のモノコックベースで製作されて1983年に1984年モデルとして発売されたクライスラーのダッチキャラバン2代目及び、 プリマス・ボイジャー二代目が北米のサッカーマムたちに受け入れられミニバンのスタイルを決定づけたオリジナルとされる。この方は後にもう一つの姉妹車種であるクライスラー・タウンカントリーとしても販売され、さらにその後の世代交代で姉妹車種が集約され、クライスラー・ボイジャーも生まれた。バン型でフルサイズよりもはるかに小さいことからミニバンとの名称が使用されるように、 なったが、FF の乗用車ベースで、床が低く、乗り心地に優れるというのが大きなセールスポイントの一つでもある。一方、日本でキャブオーバーのワンボックスカーと認識されているトヨタのタウンエース、マスターエースサーフだが、米国ではトヨタファンとして同年に発売され、これがキャラワンと並び、米国ではミニバンの始まりの一車種とされている。 ゼネラルモーターズはキャラバンに対抗して、ライトトラックのフレーム構造をベースとした、フルサイズ版の縮小版として、1985年に、シボレーアストロ、GMC サファリを出したが、乗り心地の点で、乗用車には及ばず、キャラバンには対抗できなかった。フォードも GM 同様、トラックプラットフォームである、フォードエコのラインの1クラス下として、1985年に、 エアロスターを発売している。クライスラー以外はいずれも商用車ベースで二輪駆動の場合は FR である。ルノーエスパスヨーロッパでは1984年に発売が開始されたルノーエスパスがミニバンに相当する最初の車種として知られている。エスパスは当時クライスラー社の欧州子会社が自社ブランドのシムカから発売しようとマトラ社に製作を依頼していたものだった。 マトラ社は1977年にはかなりの開発を進めていたがエスパスとなるまでに時間を要したのはクライスラーが欧州から資本を引き上げたためだった。日曜前の最初のミニバンが共にクライスラーがらみであったためミニバンの源が三菱、日産かマトラか、あるいはクライスラーかは議論の的となる。米国ではクライスラーが最初であるとされ、一方フランスではマトラが最初とされている。 トヨタタウンウエースワゴンミニバンというカテゴリーが確立。注目されたのが1990から2000年代頃であることからミニバンそのものも近年に生まれた車種であるかのように思われることもある。しかしながら大容量志向の乗用車は1960から70年代にワンボックススタイルの車種で登場しており、多くが現在のセミボンネット、セミキャブオーバータイプのミニバンへと発展していく。 ワンボックス型ミニバンの登場は決して最近のことではないことが伺える。例えば現在のノア、ボクシーやセレナ、NV200 バネット、エルグランド、デリカリー5はその前身である、タウンエース、ライトエースやバネット、キャラバンが70年代、ホーミー、デリカに至っては60年代に常用仕様を用意していた。ただこれらの車種は商用版をスタートとしている関係上、 純然たる乗用車とは言い切れない部分があった。その後1980から90年代に入り、純然たる乗用車として開発されたスペースユーティリティ志向の車種が登場し始める。2ボックス型ミニバンの源流である日産、プレイリーが1982年、翌年には三菱、シャリオが世に送り出された。1988年に、 マツダ MPV がアメリカに投入され、1990年に北米向けに開発されたトヨタプレビアが日本市場にもトヨタエスティマとして投入された。それは技術とデザインの面も含めて日本の自動車業界として一つの契機となった。マツダもトヨタも新しい形の高級乗用車として宣伝に努めた。ただ、この頃は大型の部類であり、 さらに当初は300万円前後かそれ以上の高価な車種グレードしかなかったこともあり乗用車全体への影響はまだ大きくなかったメディアやユーザーはワンボックスカーとして扱っていたほかメーカーでは初代プレイリーや初代車両などのように新たな形態のセダンとして扱うことも決して少なくなかった三菱車両トヨタウィッシュ大容量の乗用車といえばワンボックス という状況だった。日本であったが1987年のシボレーアストロの登場によって状況が変わっていく。日本においてアメリカのアウトドアライフスタイルの人気が徐々に高まっていくと人々はボンネット版というアメリカ特有のスタイルに興味を注ぎ始めた。ただアメリカと国情が違いすぎる日本ではサイズや維持費がネックとなっていた。 そんな中アストロが登場すると、米国で人気を博し、日本でもお手頃なサイズ、そして、スタークラフト等のビルダーが豪華な内装にカスタムした車両を売り出したことなどから人気を博した。また1993年に、軽トールワゴンの先駆けである、鈴木ワゴン R が登場すると、ヒット商品となり、ダイハツムーブをはじめとする、ライバル車種が続々と登場して、 軽乗用車の主流となっていく2000年代以降、節約志向や環境意識の高まり、世界的なクロスオーバー SUV のブームに伴い、ミニバン人気は下火になっており、松田スバルのようにミニバンから撤退したメーカーも現れている。当然ながらミニバンは多人数乗車、大容量積載が可能である点がメリットで、それを実現する大型のボディは当然燃費や、 タイヤライフ、取り回し性の悪さという代償を支払うことになる。つまり、乗車人数、積載量が少ないと恩恵が小さく欠点が目立つが、ブーム当時はミニバンに普段に1から2人でしか乗らない、ユーザーも多かった。しかし燃費に関しては、エンジン技術の進歩で大幅な改善が見られており、2010年代以降は回復傾向にある。ミニバンが、 市場に与えた影響は大きく、ミニバンの強みを取り入れた新ジャンルの車両も登場している。例えば3列シートであれば、トヨタバンガードや三菱、アウトランダー、マツダ CX-8 等、一部のクロスオーバー SUV にまで用意されるようになった。また、軽自動車やコンパクトカーにおいてもトールワゴンと呼ばれる。 車高を高くして居住性を高めたり、スライドドアを装備したりと、ミニバンをちょうどいいサイズに小型化した車両が登場。特に軽自動車では、スズキワゴン R やダイハツムーブなどの登場以来、市場の主流となっている。スライドドアを装備した車両も登場しており、ホンダや三菱のように結果として、従来型のハッチバックの生産、販売を取りやめたメーカーも存在する。 ホンダオデッセイ FR のキャブオーバー車に比べ、FF のミニバンは床が低く、おのずと車高も低くなる。とはいえ、ホンダオデッセイやホンダストリーム、トヨタマークジオのように 1550mm 以下の車種もあるものの、ほとんどのミニバンは一般的な立体駐車場のケージの制限高である 1550mm を超える。直近視界の改善のため、サイドアンダーミラーや、 CCD カメラによるモニタリングが考案された。キャブオーバー型ワンボックスカーよりも重心の位置で混り、セダンやステーションワゴンと比べると劣る。特にワインディングや高速走行ではこの傾向が顕著なため、タイヤ等の足回りの腰砕け現象が発生し、長距離走行では運転者、同乗者ともに比較的疲れやすくなっている。なお、 メーカー側もこうした問題について認識しており、ホンダ等一部のメーカーからは、低小低重心の車種やミニバン専用のタイヤなどがリリースすることにより、こうした弱点を改善し、現在では多くの車種が走行性能を批判されるどころか、ミニバンの域としてはハンドリングが良いと評価される車種も多数出現するようになった。またグレーン、ニスも無限といったチューニングブランドが、 運動性能、安定性を高めたミニバンを発売しており、足回りに関しては、まるで、スポーツカーのようと評されることも増えた。変わったところでは、初代エスティマが、ミッドシップエンジンを採用していた。トヨタベルファイアホンダステップワゴン1ボックスから1.5ボックスへと変わっていく中で、全面衝突安全性の向上は図られたが、 それでもなおミニバンの衝突安全性には疑問の声が上がることも決して少なくない。まず、3列目シート設置車種では3列目シートがリアハッチゲートにほぼ密着して置かれることがほとんどである。そのため、後方からの追突に対する危険性を問題視する声もある。また、ボンネットの長さが通常の2ボックスタイプよりも短く、 これを補う目的で衝撃を車体上部に逃がす、ともえ投げ方式を併用していることが多いため、メーカーの想定を上回る強さの衝撃が加わった場合、運転席部分が大きく損傷し、乗員に甚大な被害を発生させる危険性も指摘されている。さらに、2016年6月現在の時点において、ジェンカップ公式サイトでクラッシュテスト結果が公表されている。 ミニバンクラスのうち、側面衝突時に車両が横転してしまうものが、大部分を占めている。多くのミニバンが、トヨタベルファイアや日産、エルクランド、ホンダステップワゴンを含むかつての1ボックスカーに近い、携帯のものが占めており、そのような車種で横転しなかったのは2代目トヨタ、ベルファイアだけだった。また、同テストの軽自動車部門においても、ほぼ同様な現象が見られ、 軽のミニバンである軽トールワゴン、またはそれに類するものが一部の車種で横転した。側面衝突後の横転は緊急脱出時に、甚大な影響を及ぼす恐れがあるため、ミニバンや軽トールワゴンの購入を検討する際は、注意が必要である。1990年代後期には聖多か、箱型キャビンを持つ乗用車や軽自動車の、ボディスタイルとして、ボンネットを持たない。 1>, 1ボックスに対し、短いボンネットを持つセミボンネットスタイルは1.5ボックスとも呼ばれた。今ではセータか、箱型キャビンを持つ乗用車や軽自動車のほとんどがセミボンネットスタイルであるため、1ボックスと呼び分ける意義が薄れたため、1.5ボックスという表現が使われる機会は減っている。キャブオーバー1990年代後期のキャブオーバーから、 セミキャブオーバーへの移行機にエンジンを前席床下,下に配置するキャブオーバーのワンボックスカーをルーツとし、ミサオや姿勢や衝突安全性の向上のため全車軸を前進させ、セミボンネットスタイルを持つキャブオーバーが生まれた。前席下にエンジンがあるため、キャビン構成や精神性音の問題から乗用車では世代交代で到達された。逆に軽自動車では、 全長の制約と衝突安全性という相反する条件を満たしスペース効率を稼ぐためにエンジンを全席下に配置したセミボンネットスタイルを持つキャブオーバーが多い。FF 乗用車の派生車種に多く見られる。蒸気の車種に比べるかや、室内高はやや低く、キャビンの大きなステーションワゴンといった風情。駆動方式は FF もしくは 4WD で、 横置きエンジンが主流。そのためこの手の車種の5人の利子用は、ステーションワゴンに分類される、あるいはミニバンとステーションワゴンのどちらに分類するかをめぐって、論争になることがある。正高箱型キャビンがエンジンにかぶさりボンネットの短い、セミボンネットスタイルのボディを持つ。駆動方式は、横置きエンジンの FF もしくは 4WD が主流だが、 縦置きエンジンの FR もしくは 4WD も一部存在する。エンジン排気量は2000から 3500cc。ミニバンの中では床面が高いが、視点も高いため前方視界は良好となる。キャビンスペースは広く、3列目まで快適に座れる車種が多い。大型ミニバンに多いタイプである。ミニバンの軽自動車版。モノスペースがほとんどであるが、 これは、積載効率を重視したためである。ありがとうございます。